第4試合実戦空手対カポエイラ。日本随一の歓楽街、新宿歌舞伎町。少し物騒なこの街に事務所を構える男こそ、戦う行政書士鈴木信達。さまざまなトラブルが生まれる環境にあえて身を置く鈴木。なんかやっぱりトラブルとかあった時にすぐ相談できるんで、そういった面でもすごい日々心強いですね。行政書士として町のトラブルシューターになっている。そんな鈴木は10代の頃、喧嘩に負けたことがきっかけで空手を始め、一時は道場の内弟子となり空手バカの人生を送ってきた。2005年総合格闘技デビュー。海外にも活躍の場を広げ戦ってきた。そして今、満を持して巌流島初上陸。総合格闘技というよりもあくまでも、まあ、空手をベースに戦っているので、そんな違いは感じないというか、まあ、より一層その巌流島のルールにおいては、まあ、空手の特性を生かせるかなっていうぐらいしか、まあ、考えてないですね。長年重ねた空手の鍛錬、日々欠かすことはないという。勝ち負けも大事なんでしょうけど、まあ、その結果よりも内容を、まあ、結構意識する部分はありました。判定っていうことは、まあ、あまり考えてないので、やっぱり相手を KO を出して、もしくは KO できないので KO されてもいいんじゃないかというぐらい、やっぱリスクを犯さないだけでやっぱ人を倒すってことはすごく難しいことなので、もう覚悟を持ってもらって戦いたいです。対するはブラジルカポエイラマスターマーカス・レロ・アウレリオのはずだったが、怪我のため急遽欠場。その代役はレロの実の兄マーカス・ヴィニシアス。兄も同じくカポエイラ一家で育ったマスター。今まではセコンドについていたヴィニシアス、試合後に見せる動きを見る限り身体能力はレロ以上かもしれない。Our capoeira, which is our martial art, our fighting style, and I want to show them that capoeira is a effective martial art. You know, just like how my brother's been showing Marcus Aurelio. He's been doing a good job, and I want to come here and show them how our school is. There's not just two of us. There's a lot more people. He can fight better than me. He kicks my ass in the training. So, you know, you guys are gonna see some pretty exciting stuff happening this weekend. I'm very happy to see him fight now. Usually he's cornering me, now I'm going to be cornering him. And good luck for Nabutachi Suzuki. Have a good fight, guys. 空手バカ一代、意地の一撃か、カポエイラ一族、血の蹴りか。鈴木信達対マーカス・ヴィニシアス、いざ勝負。巌流島ウェイオブザサムライ第4試合、青方カポエイラ代表、ブラジルマーカス・ヴィニシアス。
巌流島でもおなじみの選手、そのレロは弟です。まず最初にこの闘技場に姿を見せたのはカポエラのマーカス・ビニシアスです。鈴木信達、戦う行政書士鈴木信達が今姿を現しました。鈴木は格闘家として活躍する一方で、都内に行政書士の事務所を構える異色のファイターです。普段の階級70キロよりも重い契約体重は80キロ。東京都出身鈴木信達、戦う行政書士。さあこちらは本来のカード、レロアウレリオに代わって出場、弟の穴は俺が埋めると名乗りを上げましたマーカス・ビニシアスです。赤方174センチ、 79.9キログラム。さあこちら鈴木信達ですが、谷川さん、はい、行政書士という顔も持つ異色のファイター登場ですね。そうですね、本当に鈴木選手空手バカっていうかですね、はい、僕はあの子供の頃ですね、空手バカ時代って本読んで、そこにカポエラが出てきて初めてカポエラっていうものがブラジルにあるんだっていうことを知ったんですが、逆立ちして足だけで相手を倒す、まあね、あの奴隷の方が手錠をはめながら、足で蹴って戦うっていうのを知ってですね、すごい幻想あるんですけど、まさに空手バカ時代のロマンが詰まった戦いだなっていう感じがしますね。大山正達さんが今連想される方が多いでしょうね。そうですね、カポエラの特徴といいますと、蹴りの旋回スピード、なんといっても魅力かと思います。内藤さんもこの弟レロの試合はこの放送席からも何度も見てきたと思いますが、はい、改めてその旋回スピードも含めてカポエラの魅力ってどんなところでしょうね。そうですね、あの回転力、スピード、あの運動神経、はい、運動神経は人それぞれですけどね、あの足だけで戦うというのがですね、非常にこう、まあ、僕らから見ると難しい、逆ですよね、ボクサーのね、はいはい、足があのメインですからね、あれでよく戦えるなと、運動神経相当良くないとできないんじゃないかという印象はありますね。まあ、怪我をして、まあ、本来出場予定だったレロ・アウレリオ、今日はセコンドに入っています。そのレロよりも身長が10センチほど高いということで、185センチありますお兄さんのビニシアス。さあまずはこの立ち上がり、入り、おお、強烈な音がここにも響いてまいりました。そしていきなり場外転落していきます。いや、逃走本能、プレッシャーで、押されてる押されてる、プレッシャーで、逃走本能がすごいですね。まずはこの入りですが、ビニシアスがいきなり転落を取りました。一気に押し込んでいきました。さあそして中央での探り合いになります。信達選手はね、さばいて、なんとかこの、はい、ね、回転の旋風脚をですね、さばいて、空手の技でいきたいって言ってましたけど、やっぱパワーがありますよね。あーっと、ここは一気に落ちていきましたが、胴体というジャッジになります。谷川さんね、非常にこの両者リーチ差がありますよね。鈴木にとってはこのパンチで距離を縮めるというのはどうでしょう、一つリスクがありますか。このパンチ受けて落ちて、まだ1分経っていませんが、さあ2度目の転落ということになります。まだ2分あります。すごいですね、内藤さん、はい、この巌流島ルールでいきますと、はい、3度の転落で1本になりますので、早くも鈴木は2つ割れたことになります。さあここは上を取って、さあ後ろに回っていった。ビニシアスはこれは転落を、あーっと、どうだ、ここは食らいつく鈴木、なんとかここは有効ですね、有効という形になりました。これはまずいの、あと一つの有効で転落ですよね。谷川さん、これはカポエイラとしての、蹴りの旋回というよりもどうでしょう、ビニシアスはこれ今ね、チャンスだと思ってるから場外で勝とうとしますね。まあ、一つその作戦としては転落を狙っていくというところ、回し蹴りから左のキック、これは続いている、あーっと、ここでストップが入りました。そしてここでカポイエラのパフォーマンスが出ました。弟の穴は俺が受けて名乗りを上げました。この兄マーカス・ビニシアス、一
1ラウンド、まだ1分を残しての勝利ということになりました。大東さん、はい、先ほどの第3試合もそうでしたが、この入りから一気に勝負がつくというこの第4試合になりましたね。そうですね、この回し蹴り、うわ、もしかしたら折れてる可能性あります。これは回し蹴りが一つ入った後、左の蹴りを顔面に食らわせて、そして鈴木信達は起き上がることができませんでした。今大会初参戦の鈴木信達でした。2014年8月29日ドバイで行われた 1FC 以来この試合ということになりましたが、およそ3年ぶりの試合で鈴木まだ起き上がることができません。カポエイラ一族の刺客マーカス・ビニシアス、強かったですね。強いです、これ。相当強い、兄弟揃って強い、相当強いですよこれは。わー、あの兄の方が強いとね言ってるんですよね。弟のレロンはお兄ちゃんは自分よりも10倍強い、ね、そう話していました。嬉しい兄弟みたいな話ですよ、はい、あの昨日の会見ではね、このマーカス・ビニシアス、片言の日本語で日本大好きです、そして俺は戦いに来た、そう語っていましたが、日本の鈴木倒しました、ようやく鈴木がその闘技場起き上がることができまして、今両者健闘を称えています。いや、あの鈴木信達にとっても一瞬の出来事すぎてわからない状態になってますよね。そうですね、もうゴングと同時に、はい、もう安全、もうマーカス選手に押されて、気持ちでももうちょっとこいつなんですけど、気持ちでも負けてましたよ。とにかく蹴りを警戒している、蹴りの旋回スピード左には注意したい、そんな風に話していました鈴木信達ですが、回し蹴りをもらってその後左の蹴り、そして一気にこの闘技場にうずくもりました。なかなか起き上がることができませんでしたが、その後起き上がって気がついた時には試合は終わっていました。内藤さん、はい、それにしてもこのカポエイラすごいですね。いやー、これはまだまだこうカポエイラ未知なるものがありそうですね。これ鈴木信達実践空手、そしてカポエイラのマーカス・ビニシアス、この第4試合勝ったのはカポエイラマーカス・ビニシアスでした。大きな拍手をお送りください。